姫の笑顔発信、姫推し。今日は内子町に来ました。素敵ですね、内子の町。今週のテーマは移住、愛媛暮らしのすすめについて調査お願い。はい、まずは内子町の駅南瀬の2階南予サインに行ってきます。ここはコワーキングハブ南予サインというだけあって、仕事をする環境が整ってますね。会議室や個室もあります。事務作業とかで、集中したい時とかはよくここに来てます。いろんな情報も入ってくるんで、いい場所です。ここ南予サインは南予への移住を支援するさまざまな事業も行われているんですね。はい、南予移住マネージャーの私が南予サインに常駐して、南予に移住を検討される方の移住相談に乗ったりですとか、子育て世帯の方の移住に力を入れていますので、南予子育て体験ツアーといって、昨年度20組の親子連れの方に南予を体験していただいて、今年度も実施する予定です。移住者の一人、大川民江さんは地域おこし協力隊員として南瀬のすぐそばにある内子町ビジターセンターで働いています。サイクリングが内子町の新しい風景になるといいなと夢見て活動しています。ニュージーランドに暮らしていろんなアウトドアに触れる中で、この楽しさとか私たちの情熱っていうのをいつかやっぱり自分の国でこう活用したいなというふうに思うようになりまして、電動アシスト自転車ならアップダウンの激しい内子観光も楽々と大川さん。実は令和3年度に愛媛県に移住した人は4910人と前年度の2倍に。さて、横浜市出身で四国遍路をきっかけに内子に移住した山内さんは古民家ゲストハウス&バー内子バレを経営。ここで内子豚を使ったランチをいただくことに。うん、まろやかで美味しい。友達だけじゃなくて、やっぱ若い子からおじいちゃんおばあちゃんまで一緒にこう何かを作っていくとか、一緒に暮らすみたいな感覚は都会にはなくいいなと思うので、そういったことを好きな人とか、移住はおすすめかなとは思います。今週の姫推しポイント、みんながつながる愛媛暮らしのあったかさ、大切にしたいけん。さて、地域おこし協力隊や移住者、地元で活躍する方々で構成する愛媛暮らしネットワークというのがあるんですよね。はい、自分らしく愛媛で暮らすを目指して交流し、運営メンバーは移住を考える人たちの支援を行っています。南予サインへのお問い合わせはこちらへ。移住情報満載の愛媛移住ネットもぜひチェックしてみてください。